山 Greatest Hits。 さあ続いてはですね、ちょっとローリさんに、はい、ね、やっぱり僕も14歳の時に母親に、はい、ヤマハの FG301 という3万円のアコースティックギター、 FG301、うん、はい、こうでっかいドレッドノートって、わかります、おお、それ買ってもらって、練習しました。当時なかなかいいギターですよね。いいギターだったんです。で友達が持ってるギターは貝とかいっぱい入ってるの。あ、はいはいはい、フィンガーボードのヤマハのギターはシンプルなんです。装飾がないんですけど、その分こう音が良かった。はで友達が同じ3万円のギターをね、スーパースターが夢じゃなくなるっていう噂のギターメーカーのギターがあって、スーパースターが夢じゃなくなる、スーパースターが夢じゃなくなるメーカーっていうのがあったの、はい、それを持てば、それと僕のヤマハと友達がのなんかね、ジャガーみたいな名前のギターがあって、同じ3万円のやつを持ってたんだけど、うん、弾き比べたらヤマハのギターが一番こう音がこうふわっと広がって驚かれたことがありますよ。すごい宣伝みたいやね。いやいや、でも実はですもんね、はい、そのローリさんの練習のためにコピーしていた曲ベスト3発表してもらいましょう。第3位はこちら。やっぱり実は言うとね、僕も中学生の時に見た武道館のキッスのコールドジンのねギターソロでね、ここは全身お願いします。足完璧じゃん。Hell yeah! Yeah! オールドジンのギターソロで、うちすっごい内股なのね、こうそこすっごい影響された。エース真似しなくても自然に内股になっちゃうんだよね、そういうフレーズいくなら。そうあるじゃん。そうかな。じゃなるほど、エースのフレーズをガニ股で弾くとかっこ悪いよね。これジーン・シモンズやね、これ内向かわたの方がいいね、うん、いや非常に分かりやすいですね。でもキッスはそんなに複雑なフレーズではないんだけれども、簡単だけどすごいかっこいい、音とポーズがもうセットになってたっていうことですね。もう、もうそこだけもうビデオでもう何百回も見た。はい、もうキッスのみんなチェックしなっていう感じで、じゃあ哲也はどう、まあ、やっぱりその皆さんおっしゃるようにまず曲がいい、うんね、パフォーマンスすごい、でもライブ行って毎回驚くのが紙吹雪の量ね、すごいバカみたいにバカみたいな量の紙吹雪が最後降るんですよ、はい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 、もうポケットからここからあちこち、まあいいかその話は。いやいやさあベスト3第2位はキスのキスをテレビで見て、はい、キスかっこいいと思ったけど、みんなレコード持ってたのよね、だから自分は買わなくてもいいと思って、はあはあ、レコード屋さんに行ってキスを見てすごいロックが好きになったけど、ここにあるレコードで一番ギターソロが長いやつはどれだってレコード屋さんで聞いたら、うん、それはこれだねって言って、ジョニー・ウィンター、キャプチャードライブ、ジョニー・ウィンター、ジョニー・ウィンター、ボニーマローニー、ワクロスなのボニーマローニー、これがもう本当思い出で、だから今日僕が着てるこのファッション、そのジャケットのつもりなんです。ちょっと弾いてください。ジョニー・ウィンターキャプチャードライブの時
時のジョニー・ウィンターの衣装。はあ。でもローリー、そのジョニー・ウィンター、いつの話するの？え、14歳ぐらい。14歳でジョニー・ウィンターってちょっとおかしいですよね。あの、ね、大人びてましたね。ね。ああ。じゃあ、自分イメージですけどね、もうすごい白髪の、はい、ね、で、おしゃれなカウボーイハットみたいな、テンガロンですかね、こう。あの、ブルース100万ドルのブルースギタリストと言われたジョニー・ウィンターですが、一時期すっごくハードな時があったんですよね。はい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 。そのキャプチャードライブの最高、その1曲目のボニー・マロニー、ワンコーラス歌ったらギターソロが始まって全然終わらないんですよ、次から次へと。だってギターソロが一番長いのくれって言ったんでしょ。そうそう。これがずっと続くわけですね。これ永遠もう最高と思ってずっと聴いて、このランソン法って言うんですけど、これを覚えた時嬉しかった。いや、やっぱりこの2人がね、でも本当同じ空間でギターを弾いてくれるのがね、あの気持ち分かる。何か発見したら一番長いバージョンが欲しい、終わってほしくないんですよね。それでジョニー・ウィンターかっこいいなと思って、ずっとジョニー・ウィンターに影響を受けたんだと思ってたら、自分が最も好きなギターフレーズを弾いていたのはジョニー・ウィンターのセカンドギタリストのフロイト・ラッドフォードさんだったんですよね。はあ、そうだったんですね。だから僕それから自分はフロイト・ラッドフォードのファンなんだっていうことにして。なるほど。あ、これは奥が深いですね。はい。でもやっぱまあ、きっとこのね、これ延々できますね。それだから友達とずっとこれやってました。さあ、それではですね、いよいよローリーさんがコピーした練習した楽曲トップ3第1位の発表です。こちら。あー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 どっちかというと、ブライアン・メイさんです。すごい、素晴らしい、ありがとうございます。ブライアン・メイのギター奏法はものすごく憧れましたね。なんか他では絶対ない。この中、はい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 、素晴らしい、あとなんかそうだね、ちょっと上がってるのかもしれませんね。いや、でも素晴らしい、ね、皆さんこれ全部今重なった音も全部ローリーさんが一人で、ね、出してる。素晴らしいですね。それブライアン・メイはエコーを使ってね、一回弾くと、はい、エフェクターによってこんなヤマビコ、それをヤマビコを使って、はい、素晴らしい、ブライトンロック、はい、ありがとうございます。すみません。いやでもお二人のね、こう何がこの二人の天才ギタリストを作り上げたのかっていうのがね、
ちょっと伝わってきたんじゃないかなと思いますけどね。もうラモンズもキスもブラックサバス、ブラックサバスも だいたいすごく似てるところがあります、はい。さあギターキッズの皆さんもですね、ぜひギターヒーローを見習っていっぱい練習してください。ありがとうございました。ヘルイエーイ、ヘルイエーイ。